こんにちは、まーです。ハイドリついに配信されました。早速やっていきたいと思います。今ね、利用規約とか同意して、まずちょっとゲストで入ってニックネームを設定したところです。え、マジ嵐みたいなニックネームなんだけど、いけたわ、これでいけたわ。ダウンロードします。え、なんか始まんの、このローディングで。来ました、プレイボタン。はいはい、次へ。はい、ほうほうほう、相手を見れるんだ。うん、いいね。はいはい、お、影山入れますか。スタート。ちっちゃい、カラスの体正常。なるほど、監督なんかスキルみたいなのあるんだ。サーブ権、サーブスキル、これですか。おおおお、ブロックしてみる。どうやって、ツッキー、おお、バレーにはまる瞬間。鳥肌ー、いいね。ブロックできなかったときレシーブで相手の攻撃を受けよう。オッケー。まあ、そうかそうか。また影山のね。これサーブ変えれたりすんのかな。なになになに、どうしたらいいの。これリードってなんだ。あ、リードブロックか。レシーブ。相手がサーブってきたとレシーブで。これか。ローリングサンダー。すげえ。おおお、オッケーオッケーオッケー。これ速攻行くのね、速攻。おお、なるほど。これは結構セッター大事そうですね、キャラ的に。でまたサーブ。これミスったりしないのかな。コースは選べないか。え、どうしようどうしようどうしよう。リードブロック、ダメ？あ、あーと、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 取ってください。あら、あら、ミスっちゃった。ミスの基準もわかんないな。やばい、及川さんのサーブ。やばいの来るよ。はい。これタイミングとかある？大丈夫？どうしよう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 。オープン。できるまでやればできる。できるまでやれば。はっ！どうやったー、かっけー。これオートでもゆくゆくできるようになるんだろうけどさ、これ選択結構むずいね。よしよし、名前ダッサ私の名前ダッサ。おお、いいですね。はい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 、遠征の時のヒント、ステージ詳細、ちっちゃいな。はいはいはい、カードの右上にグーチョキパー。あー、なるほどね。有利な属性、じゃんけん方式でね。なるほどなるほど、わかりやすいね、グーチョキパー。うんうん。でミッション、はいはいはい、プレイヤーのコンディション、プレイヤーの隣の矢印で確認。あー、コンディションなんてあるんだ。うっす。はい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 。スキルの相性。
あ、安打で打つ及川さんが。あんな、アンダーレシーブ対応するのが有利。はいはい。あ、なるほどね。バットとかなってるもんね。で、オープン。お、影山が打つと。ほう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 。なるほどね。及川さんのアンダーサーブ、めっちゃレアじゃない見たことない。相手が速攻。予測して止めに行った方がいい。コミットブロック。うっす。これですか。ゲスブロック。うえ。ドシャットじゃん。結構焦っちゃうな。自由にプレイしろだって。どうしよう。とりあえず打って。やらかすんだね、これ。ゲーム中も。おああ、細かいね、演出。はいはい、及川さんサーブ来る。チャンスをつかめ。かっこいい。あ、どうしよう。これでいこう。シンクロ。ここだ。よし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 。決まったね。ミス出てましたね。そういえば。マジかよ。やばいやばい。5点勝利だった。これ負け。待って待って。これ普通に負ける、ありえるよ。運もあるってことか？レアリティとかコンディションで？そういうこと？速攻行こうか。取られたね。リードブロック。アンダー。クイック。スパイク行け。よしよしよし、決まったね。はあ、むず。なんかこう判断がわかんねえ。これバレー部の人とかやったらわかんのかな。はい、オーバー。なんか山口入ってきた？及川さんのレシーブミスとかもう、レアすぎるんだけど。しかもオーバーでレシーブミスって。ちょっと田中？あ、サービスエースかい。オーバーで原作だとありえないけど、まあまあ現実としてはありえるよね。おー、めっちゃもらった。なんかこんなのあんの、シューズとか。はいはいはい、レベル上がった。キャラクター影山じゃない、火になった。装備ね。オッケーオッケー。おすすめ装備。すべての部位を装備するとランクアップされて、次の装備、装備はすべて消失し、新しく装着可能となる。ほう、ランクアップ。あ、装備ランクが上がったんだ。プレイヤーの経験値はストーリーモード。ぐんぐん牛乳も使えると。はいはいはい。上限まで行っちゃうの？プレイヤーのレベルがチームレベルの上限。あー、なるほど。ガチャチケ来ましたよ、皆さん。メールボックス、メールボックス。はい。おお、早速。やった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 。ちょっとリセマラしない派なんで、いいの来てほしい。あ、待って、このボールの色やばくない？絶対ちゃうやん。あ、全然光んないもんね。うわー。あ、どうなのこれは。あー、ノーマルだって。喋んないもんね、やっぱり。ノーマルじゃ。いやいやいや、待って。こんな人いたっけっていう。あ、いたね。いましたね。ごめんごめん。いや、マジでこれノーマル。あ、ノーマルだけど、二口くん好きですよ。渋いな。あー、はい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 。
上禅寺ね。これ最後かな。あーはい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 、ノーマルです。チュートリアルガチャはノーマルクラスのみが登場と。はいはいはい。お、終わった。チュートリアル終わりました。お、ログボ。何これ、え、何で。お、なんか走ってきた。毎日24時にログインが更新されるそうです。事前登録の報酬のガチャチケはこれね、48時間後らしいです。ちょっとびっくりだよね。それ以外もらえます。まさかのケチ運営ですかってちょっとつぶやいちゃったもんねじゃあガチャ引いて終わりますよ。まず無料行きましょう。とりあえず石全ぶっぱしていきたいと思います。タッチ。これ無料はワンチャンあるものなのかな。あー、もうめっちゃノーマルのボール持ってるよ。こっから色変わるとかある。いや、ノーマル以外見たいんだけど。もう全員坊主みたいな頭してるじゃん。全員田中？あ、ガチでちょっとガチでちょっと同じような頭きたわ。閉じまして、あ、この辺ももらえるんだ。とりあえず無料は引こうか。お、いい、なんかいい色してない？どうなの？あ、そんなことないか、別に。オッケーオッケー。これが装備。あ、スキルのかけらも。あ、スキルのかけらとかあんだ。お、お、ああ、ブロードね。はいはいはい。監督、監督ガチャ受けるね。よし、とりあえず、今はこれしかないから。日向翔陽が提供確率アップ。いやー、めっちゃいるじゃん。やっぱこのアイコニックかな。欲しいよね。とりあえず引きましょうか。さっきも言ったんですけど、30連引ける ?33 引けるね。リセマラはしませんので。お、何これ、絶対、絶対 OK じゃん。アイコニックじゃないのこれ。ドアから、おお、あ、あれピンク、どうなんだ、違うか。おお、いろんな髪型がいた。おお、あんな縛ったような人いたっけ。おおお、いいねいいねいいね。一個アイコニックいるね。やっぱさ、クラスっていう分け方らしいけどさ、やっぱりアイコニックがなんか最高レアリティみたいな雰囲気あるよね。ああ、はいはいはい。伊能かね。アイコニックだけ喋るのかな。ノーマルです。でもさ、グーチョキパーの概念があるから、やっぱいろんなキャラ持っといてね、損はないよね。え、こんなのいたっけ？いや、私もまだまだだな。ちょっとたまに誰って人いるわ。あー、いたね、この頭ね。パイナポーいたね。はいはいはい。いやー、めっちゃノーマル。お、ノーマルひなた。どうも。来た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 。アイコニックですか。え？え、しかもボイスなかったよね、今。おーい、ここで上禅寺か。お、これは何？コンディション、ひなた。みんな喋るわけじゃないのか。なんかさ、ツイッターで流れてた演出喋ってたよね、影山。あ、
おーとか言って、あ、オッケー、はいはいはい、いや、まさかのアイコニック。もう一度いきます。ドアの演出なし、どういうパターン、うわーん、ボールの色が汚いです。もうこれでわかるの、もしかしてこの髪型、あ、待って、あの一番右上及川さんじゃないの、違う、このシルエットでわかっちゃうやつこれ。あ、めっちゃ上禅寺来る、めっちゃタップ、これもノーマルでしょ。ちょっとスキップしないで見たいからしないけど、はいはいはい、ノーマルからね。うんうんうん、なんか私ちょっと伊達子をあんまり、おお来た、アイコニックだよね。脳内サービスエース28本目、喋りました木下さん。もう一人だよね、アイコニックね。勝手に及川さんと思ってるけどカラスのだけボイスあんのかな。いや、皆さんリセマラ知ってますか、推しが当たるまでみたいな感じなのかな、みんな。お、なんだっけこれ、コンディションってやつか。もうなんかさ、おおお、これに取っ、持ってこい、来ました、ありがとうございます。今んとこカラスの喋ってますね。アイコニックのさ、上禅寺喋んなかったよね。お、金田一ノーマル。いや、もうさ、ボイス作らへんもアイコニックがいいよっていう感じあるよね。こいつめっちゃくんな。だから上禅寺と伊達子めっちゃくんだけど。え、てか、及川さんじゃないとか言ったの訂正させてください、本当に。シルエットクイズむずいわ。オッケー。ラストいきまーす。タッチ。でもドアの演出がなくても、来たね、アイコニックね。お!なんか、ちょっと白くなったボール。ここで変わる?ここで何体、あ、絶対金田一みたいのいるじゃん。はいはいはい。変わる変わる?え、変わんないの?ちょっと。絶対金田一いたよね。もう髪型。でもさ、金田一みたいな髪型、一人じゃないからね。ああ、池尻ね、池尻。いや、これさ、アイコニックいない予感すんだよね。おー、成田くん。ありがとうございます。最初はやっぱノーマルも、まあ相性とかによっては使い道もあるよね、きっとね。ちょっとまだ完全にね、ゲーム性把握できてないけど。めっちゃくるー。はいはい。これさ、なんか途中で、ボールの色変わったりしないのかな。いや、これはなかなかマイナーだよね、だんだん。私、配球誰が来ても好きって言ってたけど、ちょっと人によるとこあるかも。うーん、うーんってなるね。ちょっとなぁ、あんまりスポットが当たってない学校とかね。あー、成田くんね。かぶりましたよ。コンディション。おー、はいはいはい。いや、アイコニックいなかったか。これラストだね。いや、めっちゃ上禅寺とか来るね、この辺。
はい、閉じます。はい、ということでいかがだったでしょうか。チュートリアルとガチャ30連引いてみました。まあ、ちょっとねまだ触りだけを早速プレイしてみたって感じなんですけど、ぜひ皆さんのね感想とかガチャで誰が出たとかリセバナしてますとかその辺も教えてくれると嬉しいです。はい、ということでよければねこれからも配給の動画どんどんやっていくので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。